マルセル・フェスラーは、スイスのアイン・ジーデルン出身のスイス人のレーシングドライバー。しばしば性の日本語表記がファスラーと書かれることがあるが、出身地のアイン・ジーデルンは、スイス国内のドイツ語圏であり、性に含まれているの発音記号は、に相当するため、フェスラーの日本語表記の方が、本来の発音に近い。2000年にドイツツーリングカー選手権が再開された時、 フェスラーはメルセデス・ベンツでレース活動を始めた。メルセデス・ベンツ CLK に乗って2000年のシーズンは優勝なしの年間順位4位、2001年と2002年は優勝1回の年間順位4位、2003年は優勝1回の年間順位3位の成績を収めた。オペルに移籍後、V8 のオペル・ベクトラ GTS で戦ったが、 2004年は優勝なしの年間順位9位、2005年は優勝なしの年間順位12位の成績で終わり、DTM でのレース活動を諦めることになった。F1 のメルセデス・ベンツのセーフティーカーのレギュラードライバーであるベルント・マイレンダーが負傷で休養中に、フェスラーはカナダでセーフティーカーを1回運転する機会を得た。ウィリアムズのファンパブロ・モントーヤとフェラーリの ルーベンス・バリチェロの事故後のサーキット内を3周、フォーミュラカーの先導を行った。2006年にフェスラーはスポーツカーレースに転向した。スパフラン・コルシャン24時間レースをアストン・マーティン DB 級を買ってフェニックス・レーシングを2位でフィニッシュさせ、ルマンシリーズでもチームのスイス・スピリットのために活躍した。2007年にはニュージーランドの都市タウポで開催された A1。 グランプリシリーズ第6戦とメキシコシティのエルマノス・ロドリゲスサーキットで開催された第9戦のレースで A1 チームスイスの一員となって再びフォーミュラカーを走らせた。同年のスパフラン・コルシャン24時間レースではシボレー・コルベット C6R を買ってチームのフェニックス・カスパルトに勝利をもたらした。2008年フェスラーは FIA GT 選手権の GT1 クラスに、コルベットでフル参戦するためにジャンドにデルトラズとチームを組み、2レース、勝利して、ドライバーズランキング7位となり、フェニックスカースポーツレーシングをチームランキングに2位に押し上げることに貢献した。同年、アメリカンルマンシリーズのロードアメリカでのレースで、アウニアールジューティディに乗って、自己最高順位の2位に入ったフェスラーを、 アウディスポーツノースアメリカの LMP1 チームであるセバレーシングは2009年のルマンシリーズのために雇った。さらにインターナツナル GT オープンの2009年シーズンのスーパー GT クラスにおいてフェスラーとジョエル・カマティアスはトロテッドレーシングのチームで参戦してフェラーリ F430 を買ってタイトルを獲得した。この年フェスラーは ルマン24時間レースのワークスの GT1 クラスと4度出場した GT2 クラスのプチルマンのコルベットによる出場をシーズン限りで終わらせるとした。アウディのワークスチームであるヨーストレーシングはフェスラーを雇いアウディ R15TD に運転させて2010年の3つのレーススパーフランコルシャン12位ルマン24時間レース2位プチルマン6位に出場させた。 フェスラーはまた、アウディアール 8LMS を買ってのフェニックスチームでのスパ24時間レース出走を、この2010年シーズンをもってやめた。2011年と2012年のルーマン24時間レースでは、優勝し、さらに2012年の FIA 世界、耐久選手権の LMP1 クラスのタイトルを、アンドレロッテラーブノワトレルイエとの3人で組んで、獲得している。 ドイツフォーミュラ3選手権、A1、グランプリルマンシリーズアメリカンルマンシリーズインター、コンチネンタル、ルマンカップ FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レースデートナ24時間レース、セブリング12時間レース FIAGT 選手権、プランパン GT、シリーズスプリントカップブランパン GT シリーズ、耐久カップスパフランコルシャン24時間レースニュルブルクリンク24時間レース、 ありがとうございます。